こんにちは、みゆにわチャンネルのみゆきです。寒い冬、植物が枯れてきてお庭が寂しくなってきました。皆さんのお庭はどうでしょうか？こんな時期でも植物さえ選べば、まだまだ寄せ植えも楽しむことができます。今回の動画では、冬から春まで長く楽しめる寄せ植えのポイントを紹介します。植物選びや植え付けのコツを解説していきます。ぜひこの動画を参考に、冬から春まで長く楽しめる寄せ植えを作ってみてくださいね。みゆにわチャンネルでは、ズボラくらいがちょうどいいをテーマに、簡単にできるガーデニング情報をご紹介しています。興味がある方は、最新動画を見つけやすくするためにチャンネル登録をよろしくお願いします。まず植物の選び方についてお話ししていきます。これからどんどん寒さが厳しくなっていくので、寒さに強い植物を選びます。私は冬に限らず、寄せ植えの植物選びのポイントをシュ・ボン・タラーリと呼んでいます。どういうことかというと、シュというのは草丈のある引き立て役の品種、今回ですとカルーナですね。ボンはメインの草花、今回はパンジーとハボタンです。タラーリはしだれるような草姿のリーフプランツです。今回はラミウムを使います。具体的に植物の品種名をご紹介していきます。今回のメインはパンジーのマリーリーンです。花びらにフリルが入っていて、赤とピンクのグラデーションが美しい品種です。続いてハボタンセッションシリーズです。セッションシリーズは一株に複数植えられているので、寄せ植えにぴったりな品種です。その中でもスイートベリーというものを選びました。シックな色合いがとても可愛い品種です。続いてカルーナガーデンガールズです。カルーナは草花のように見えて、実は低木なんです。寒さに強くて育てやすく、寄せ植えの引き立て役にぴったりな植物ですね。冬から春にかけての寄せ植えにとてもおすすめの植物です。続いてラミウムスターリングシルバーです。シルバーリーフがとても美しくて、冬の寄せ植えの雰囲気にぴったりです。こちらはピンクの花が咲きます。この他にも家で種から育てているビオラとストックも入れました。今回はピンクとシルバーを中心として色を選んでいますので、清楚な感じに仕上げたいと思って白い鉢植えを選びました。深くない鉢なので、鉢底石は使わずに寄せ植えを作っていきたいと思います。それではいよいよ寄せ植えを作っていきます。まず鉢底穴を鉢底ネットで塞ぎます。そうしましたら、苗を試しに鉢に入れてみて、どれくらい土を入れるのかを調べてみます。だいたい鉢の縁から人差し指の関節一つ分くらい下げたところまで土を入れるイメージです。土の量が分かったら、鉢に土を入れていきます。このように土入れを使って土を入れていくと、土がこぼれづらくなりますので、とても便利です。移植ゴテとかで土を入れるとボロボロこぼれてしまいますのでね、土入れは持っておくといいかと思います。土を入れ終えましたら、苗を仮置きしておおよその場所を決めます。冬は植物の成長がかなり緩やかになりますので、少しぎゅうぎゅうになるように詰めて植えても大丈夫です。今回買っていた植物だけだとスカスカになってしまうことが分かったので、種まきして育てていたビオラとストックを急遽足すことにしました。いつも本当ズボラな寄せ植えで、苗がもうちょっと欲しい時には庭に生えている植物を抜いてきて植えることもあります。動画の最後に1ヶ月後の様子も載せていますので、ぜひ最後までご覧ください。植物の場所が決まったら、いよいよ植え付けです。今回はメインのパンジーから植えました。ちなみにパンジーやビオラは多少根を切っても問題なく育ちます。ですので、ポットを取ってみて根鉢が固まっている場合は、根をほぐして植えてみてください。
ビオラもパンジーもなんとなくこう苗をこうくるくるっと回した時に正面というかよく見える顔となる部分があるんですね。ですので苗をちょっとよく見てもらって顔になる部分を正面に植えるようにして配置すると綺麗に仕上がると思います。ハボタンの植え付けはちょっと斜めに植えるのがコツです。花のように見える部分が鉢の縁にかかるようにして植えると正面から見た時にもその花のように見える部分ですね、そこが美しく見えますのでぜひやってみてください。ラミウムはそっと株分けをして3箇所に植えました。ラミウムなどのリーフプランツっていうのは苗の株元を見た時にいくつか分かれているようであればうまくそーっと株分けをして分けて植えることができます。ですので苗をたくさん買う必要がなくってコスパが良くなったりとかっていうのがありますので、リーフプランツを植える場合はよく株元を見てみるのも一つの手かなと思います。苗を植え付けるときにもし培養土の量が足りないようであれば下に培養土を足しながら高さ調整をして植えていきます。苗の植え付けが終わりましたら隙間に培養土を入れていきます。結構苗と苗の間に隙間が空きがちなんですね。ですので苗を避けて葉っぱをこううまく避けるようにしてしっかり土を入れるようにしてみてください。植え付け後はたっぷりと水やりをしてください。真冬に寄せ植えを作る場合、水やりが夕方以降になってしまうと土を凍らせて根を傷める原因になるんですね。根が凍ってしまうと苗が傷む原因にもなりますので、なるべく寄せ植え作りはお昼ぐらいには終えるようにしておくのが冬はいいかなと思います。夕方の遅い時間に水やりをするっていうことはできたら避けたいです。こんな感じで寄せ植えが完成しました。今回寒さに強い植物を選びました。寒い冬を乗り越えてだいたい5月頃まで楽しむことができるかなと思います。寄せ植えの植物の選び方はシュッポンタラーリっていうのを覚えてみると便利です。このポイントを押さえておくと寄せ植えの植物選びで迷うことがありません。季節を問わず使えるアイデアですのでぜひ覚えてみてください。寒さに強い植物を選ぶことで春まで長く開花を楽しむことができます。寄せ植えが一つあるだけで冬枯れのお庭がパッと明るくなります。ぜひ寄せ植えを作ってみてくださいね。寄せ植えを作ってから約1ヶ月後の様子です。全体的に少し植物が成長したような感じになりました。日頃の管理としましてはパンジーとビオラの花がら摘みを行っています。他の植物は特に何もせず植えたままにしています。土が乾燥している場合は水やりを行っているくらいですね。他には肥料ですが、寒い時期は肥料を与えても植物が肥料の成分を吸収しませんので、1月2月あたりは肥料をストップさせようと思います。それでまた暖かくなってきたら肥料をだいたい1週間から2週間に1回程度液体肥料を与えようかなというふうに思っています。春になるとさらにボリュームが出て華やかになってくるかなと思います。ミューニアチャンネルでは今後もズボラくらいがちょうどいいをテーマに簡単にできるガーデニング情報をご紹介していきます。チャンネル登録と高評価もぜひよろしくお願いします。